チン・ウンスクは、大韓民国、ソウル特別市出身、ドイツ・ベルリンの現代音楽の作曲家。ソウル大学校で、京シ・ヒロシに支持し、20代前半で様々な国際賞を受賞する。1985年から1988年まで、ハンブルク音楽演劇大学にてリゲティ・ジェルジュに支持する。リゲティは、チンの初期の作品は、 彼女のオリジナリティに欠けると厳しく指導。あなたは、あなたの国のことを考えなさい。自分の国についてのリサーチのない音楽は意味がありませんという全否定に近いもので、その後数年間鎮は作曲ができなくなった。しかし、この間の指導が彼女の作風を真に国際的なものへ変えた。1988年ベルリンに移った彼女は、 ベルリン工科大学にてフリーの作曲家として、電子音楽の制作を数年間行い、7つの作品を発表したが、電子音楽専門の作曲家にはならなかった。1990年、初の大オーケストラ作品トロエレネンが、ベルゲンフィルハーモニー管弦楽団によって演奏され、翌年、出世作となったアクロスティックワードプレイがニエーウアンサンブルによって演奏され、以来、アジア、 ヨーロッパ、北アメリカの世界15カ国にて演奏されている。アンサンブルアンテル・コンタンポラムとの数々のコラボレーションは1994年のフォンテジー・メカニークに始まった。1995年よりブージー・アンド・ホークス社より出版されている。ケント・ナガノとのコラボレーションは1999年に始まり、これまでに5作品が初演されている。 クロマイヤー賞を受賞したバイオリン競争曲は、ビビアン・ハーグナーによって2002年に初演され、2005年に、クリスティアン・テツラフ、サイモン・ラトル式、ベルリン・フィル・ハーモニー管弦楽団によって再演された、ほか、世界各国で再演されている。その他、彼女の作品は、グスターボ・ルュダメル、ネーメイ・アルビ、エトベシュ・ペーテル、デイビッド・ロバートソン、 ジョージ・ベンジャミンらの指揮によって、著名なオーケストラ、アンサンブルによって演奏されているほか、クロノスクアルテッド、ラジオ・フランス、BBC、ロンドン・シンフォニーエッタ、サウス・バンク・センター、ロサンゼルス・オペラ、アイルシメートル、バイエルン国立歌劇場から移植を受けている。チンの音楽は、ストラスブールのフェスティバル・ムジカ、イタリアのセッテンブレ・ムジカなどにおいて取り上げられている。 2001年から2002年にかけて、ベルリンドイツ公共楽団において、レジデントコンポーザーを務め、2006年からは、ソウルフィルハーモニー管弦楽団のレジデントコンポーザー、及び、現代音楽シリーズの芸術監督を務める。2007年、初のオペラ作品となる、不思議の国のアリスが、バイエルン国立歌劇場にて初演された。2009年、 サントリー音楽財団サマーフェスティバルのテーマ作曲家に選ばれ、中国賞とオーケストラのための優が所演された。この作品は、サントリー音楽財団、オランダ土曜町ネ、ロサンジェルスフィルハーモニック、エッセンフィルハーモニーの共同移植作品として書かれ、ウーウェイ、秋山和義式、東京交響楽団によって世界所演された。 竹光通る作曲賞の本選会のため2018年に来日し、オーケストラのための個展が行われた。楽譜はブージーホークスから出版されている。初期のアレグロマノントロッポやスペクトラは、韓国の伝統音楽を思わせる辛口の衝撃音を好む作風であったものの、フランスからの移植が増えて、以降、ルチアーノベリオや、 マグヌス・リンドベルイの楽器法を思わせるカラフルで、聴きやすい、楽器法へ移行し、現在では聴きやすい作風に落ち着いている。パラメータ関係はそれほど難解ではないが、一音一音に、深く意味がありどの瞬間もピュアな音色が聞こえるのが、特徴。二重競争曲、不思議の国のアリスなど、比較的規模の大きい作品の移植に応えているが、エキゾティシズムは、ほとんど見られず、 無国籍風の楽器法が高度に安定した処方で綴られている作品が多い。日本では大井博明が彼女のピアノのための練習曲集を世界初演している。大井によると初版のエチュードの第3番は韓国人のみならずアジア人作曲家の作品の中でも最も困難な演奏技術を要する難曲らしいが、現在はその版から優しくされた版のみ入手できる。 歌手の伴奏にプリペアドピアノを使う、ショーの伴奏にハーモニカを使うなど、なかなか思いつきにくい小技も聞く。時として非常にスピーディーな楽奏へ至ることも多く、このあたりが演奏困難と解されるゆえんと見られる。ありがとうございます。